市川恋口でございます。せーの、よろしくお願いします。今日もあなたの素敵な笑顔のため、最もわかりやすい笑いの形、おなら。このおならで言葉の壁を越え、世界中の皆さんにお届けしたい、こういう思いで配信しておりますので、ぜひともチャンネル登録、グッドボタン、コメントもお待ちしております。さあ、今日は皆さんに単純明快なこちらの企画をご覧いただきたいと思いますよ。題して、おなら30秒間で何発こけるのか。なんでこれやってなかったんでしょうか。もっともう前半にやるべき企画、本当に失礼いたしました。疑問に思った方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。なんであれやってねえのって。おならの大きさっていうのはね、過去にやったんですけれども、今日は回数をご覧いただきたいと思います。30秒間でおなら何発こけるのか、ご覧ください。さあ、それではですね、早速こちらに場所を変えて行っていきたいと思います。すいません、場所を変えてと言いましたけれども、正確にはカメラの位置を上から下に変えて、30秒間に何発こけるのか測っていきたいと思います。まあね、絵代わりがあった方がいいなと思って、最初ちょっと嘘をつこうかなと思ったんですけども、どう考えてもバレるなっていうので正直に言いましたけれども、30秒間タイマーの方もセットしました。まあ目標としては1秒間に1回30発いければ、まあ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 いい記録なんじゃないかななんて個人的に思いますけれども、さあ行きましょう。何発いけるのか。この吸い込む音っていうのカウントしませんからね。いきますよ、よーい。わかんないよこれ、自分じゃ数えられなかった。もう編集の方に数えてもらおう。それでここにバーンと出してもらおう。結果はそれです。チャレンジャー求む、チャレンジャー求む、こちらにアクセス。へいへいへい。